ヒーローインタビュー伺いたいと思います。慶応義塾大学キャプテン本間壮太郎選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まずはキャプテンになって初めての勝ち点ということで、率直なお気持ちからお願いします。はい、そうですね。チームとして、ワンカードワンカード、勝ち点を奪いに行くっていう姿勢になっている中で、まず第一カードで、勝ち点をしっかり取り切ることができたので、そこはホッとしています。今日解説放送席には、法政大学 OB の大引圭司さんに入っていただいてます。はい、はい、大引です。本間君、ナイスゲームでした。はい、ありがとうございます。はい、放送席から見ていても素晴らしいリーダーシップが見て取れたんですけれども、はい、チームをまとめる上で、はい、心がけていることは何でしょうか。そうですね、まず自分がやるっていうところを一番心がけてて、はい、やっぱり行動が伴わないとやっぱり選手はついてきてくれないですし、うん、そういった面でまず自分が一番先に行動するっていうところを心がけてやっています。はい、素晴らしいリーダーシップだと思います。ありがとうございます。勝ち点1取って、今後の戦い方、また目標を今シーズン聞かせてください。そうですね、連覇というのがかかっているので、ワンカードワンカード必死に戦って、一戦必勝で、勝ち点5で完全優勝を目指したいなと思ってます。はい、頑張ってください。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。本間選手、今日は、1年生の出場というのもありましたけれども、そのあたりはキャプテンから見てどうだったですか。はい、はい、そうですね、1年生もすごい力がある、人材が入ってきているので、まあ、それがすごい刺激になって、まあ、今日も丸太も初打席で初ヒット打ってくれたので、そういった面では先輩たちはすごい刺激になっているので、チームがまあ相乗効果として、チームがもっと強くなっていければいいなというふうに思ってます。昨年は非常にいいシーズンだったと思います。はい、でそれを、まあ、バトンを受け継ぐ形になって、はい、おそらくキャプテンとしても、はい、まあ、様々な思いだったり、あるいは重圧があると思います。はい、その中で迎える最終学年、まずは春のシーズン、意気込み、それから目標などなど、ファンの皆さんに最後一言いただいてもよろしいでしょうか。はい、僕個人の目標としては、3割5分4ホーマーっていうところを掲げていて、あとはやっぱ勝利打点っていうところにこだわりたいなと思ってて、やっぱりチームを勝ちに導ける選手に、なっていきたいなっていうふうに思ってます。でチームとしては、日本一っていうところを目標にしているので、まずリーグ戦で、優勝して、その後の日本選手権、明治神宮大会っていうところに向かっていけるように、チーム一丸となって戦っていきたいです。ナイスゲームでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。慶応義塾大学本間キャプテンでした。